偉大なるドン・ノストラ。我々の前に現れた男、ジャグラス・ジャグラー。あの時点で奴の本性を見抜いてさえいれば、このようなことに、この恨み、腹さでおくべきか。オリジナルタイプもさらに登場。ウルトラヒーローも続々参戦。ウルトラマンフュージョンファイトスタンダードデラックスウォーブリングと連動。どうだ、己の剣を向けられた気持ちは。お初にお目にかかります。私の名はジャグラー。あなたのやり方は人間の心の善悪を問う昔ながらのやり方です。何？時代はもっと進んでるんですよ。あんたの時代は終わりだ。同じ苦しみを味わえ、ジャグラス・ジャグラー。そんな物騒なもん振り回されたんじゃ見過ごせないんでね。何の真似だよ。君には関係のないことだ、邪魔するな。そんな暇があるならこの星の雲行きについて考えたらどうだ。何だと。それにジャグラを野放しにして手を焼くのは君自身だぞ。あいにく手ならとっくに焼いてるよ。君のおかげで逃げられたじゃないか。まあいい、あの傷ならそう遠くには逃げられないだろうからな。やば、遅刻しちゃう。あなた。
もしもし、シンくん？キャップ、大変です。円盤が出たんですよ。円盤？大変。でも今こっちも大変なの。キャップ。もしもし。キャップ？あれ？キャップがどうかしたの？いや、悲鳴のような声が聞こえて切れてしまいました。悲鳴？だってあいつバイト中なの。はい、もしもし。あ、まあどうせキャップのことですから派手に転んだんじゃないですか。そうだよ、大変でした。キャップまだバイト先に来てないって。おいしん、ナオミちゃんの居場所探知できる？あ、はい。スマートフォンの電源が入ってないようで GPS の座標がこのエリア一帯で途切れてます。おい、円盤が目撃された場所に近いな。もしかしたらこれってアブダクション、アブダクションされたんだよ。つまり誘拐されたということです。何すんのよ。とっとと失せろ。でもこのままにしておけない。うるさい、俺に構う。ちょっと待ってて。お前勝手に動かないで、傷に触るから。何のつもりだ。だって怪我してる人を放っておけないじゃない。そうだ、誰か呼んでくるね。了解、引き続き警戒願いたい。どうでした？やはり円盤の情報が少なすぎてすぐに出動は無理そうだ。相変わらずビートル隊は腰が重いですね。みんな揃ってこんなところで何してんだ。ガイ君、超人類した。キャップが円盤にアブダクションされたんだよ。アブ？なんだアブ？誘拐されたってことだ。正確にはキャップが円盤の近くにいて現在連絡が取れなくなっているという状況からの推測なんですが、まあ要は円盤を見つければキャップも見つかるんじゃないかと思って探しに来たわけ。俺はお見つけ役、お前たちだけでは危険だからね。ああ、そうやって俺たち SSP の手柄を横取りしようとしてるんでしょう。なんだと。そうか、みんなが探してる円盤ってあれか。円盤が来た。シスター、行こう。おい、おい、お前たち危険だって言ったばっかりだろ。おい、おい、私が人間をさらったとでも言いたいのか。私の目的はジャグラーを倒すこと。他人の星に興味はない。だが邪魔をするなら君とて容赦はしない。理由はどうあれ、この星の平和を脅かそうというなら俺は戦う。どんな相手だろうとな。素晴らしい心構えだ。まさか君は本当に気づいていないのか。黄昏美しいこの星を大安とするアウンに。どういう意味だ。話の途中で悪いが、円盤があの男を見つけたようだ。誰かと一緒にいるみたいだな。くれないがい、これは忠告だ。おとなしくしていろ。最強のオーブオリジンに変身だ。ウルトラマンオーブ、オーブリングと連動して超必殺技を発動。解き放てオーブの力、オーブスプリームカリバー、デラックスオーブカリバー。魔王獣は集まった。現れよ大魔王獣。そして圧倒的スケール、異次元からの使者ギャラクトロン。ウルトラ怪獣デラックスシリーズ。メンバーが飛び回ってる。見つかるぞ。円盤から逃げてたのね。だからこんな傷を。ああ、俺も落ちぶれたもんだな。お前ごときに解放されるとはな。ねえ、
聞いてもいいかな。ずっと気になってたんだけど、ガイさんとあなたってどういう関係なの？言いたくなかったら無理には。ガイより俺の方が勝っていた。え？かつて俺とガイは同じ勢力に身を置きながら腕を競い合ってお互いを高め合っていた。実力なら俺の方が上だった。だが光はあいつを選んだ。光はあいつを選んだ。光から見放された俺は銀河をさまよい、そして気がついた。闇こそが光に勝る力だということに。俺に光など必要なかった。本当にそうなのかな。あなた私にこう言ったよね。お前はどこかで悲劇を望んでいる。闇を抱えてる。誰の心にも闇はある。闇があるからこそ光もある。闇を抱えてない人間に世界を照らすことはできない。私の中にもあなたと同じように闇が眠ってる。誰の心の中にも闇があって光があるなら、あなたの中にも眠ってるんじゃないかな。光が。あなただって本当は。ようやく見つけたぞ、ジャグラ。潔く散れ。ここで死なれちゃもったいないんだよ。おい、そこをどけ。地球人を巻き込むつもりはない。それは無理。何の真似だ。怪我してる人を見捨てるなんてできない。なぜかばう。そいつは正真正銘の極悪人なんだぞ。極悪人なんかじゃない。だって巻き込むつもりはないと言ったが、邪魔をするなら仕方がない。次は外さんぞ。ガイさん、ギリギリ間に合った。くれないかい。邪魔をするな。私の忠告を忘れたのか。たった一人でも誰かの平和が脅かされるなら俺は戦う。こんな形になって残念だよ、ウルトラマンオーブ。ジャックさん、ウルトラマンのジャック。ゼロさん、ウルトラマンゼロ。キレのいいやつ頼みます。フュージョンアップ。ウルトラマンオーブ反転のスラッシュ。光を超えて闇を切る。許さん。オーブスラッガーランス。Come on.
ブが宇宙人と戦ってる。ってことはもしかしたらこの近くにキャップが。ちょっと待ってください、これ何ですかね。シーサー、これキャップだじゃない。やっぱり何かあったんですよ。おい、お前たち、こう危険だからすぐ逃げろ。さっきの円盤が。キャップ待っててください。おい待て、お前たち、おい、光の力お借りします。熱いやつ頼みます。キレのいいやつ頼みます。ウルトラヒーローズエキスポ、みんなの力お借りします。東京ドームシティ、ウルトラマンオーブ、ハリケーンスラッシュの最強武器、オーブスラッガーランズ。レバーを引いてチャージ、さらにチャージ、最強技を発動、デラックスオーブスラッガーランズ。カードセットも。カップ麺がウルトラマンに変形、変形、3秒変形、3分バトル、ウルトラヌードル新登場。なんと美しい、この夕日も闇に飲まれてしまうのか。俺からも礼を言うぜ、オーブ。そ
うだ。お前にも感謝しないとな。どういうこと？俺をかばえば当然、復讐に燃えるメトロンはお前にも銃を向けることになる。そうすればあいつは必ず助けにやってくる。怪我してる人を放っておけないじゃない。ご確認なんかじゃない。だって待て、ジャグラで、想定通り戦ってくれたわけ。私を騙してガイさんやオーブを利用したってこと。名義だったろ。終わった男の身の上話を聞かされればお前みたいな女一コロさ。傑作だったぜ。最低。おかげでこの剣を取り返すことができた。最高の気分だ。じゃあね。キャップ、よかったです。大丈夫ですか？どうしたのじゃないよ。もうナムジャのこと心配してたんだよ。そうだよ。バイトにも行ってないし連絡もつかないし、キャップに何かあったんじゃないかと思って心配したんだから。余計な心配かけてごめん。あ、そうだ、キャップ、これ落とし物です。あ、そうだ。あ、バイトのことすっかり忘れてた。クビになったらどうしよう。生活費が、活動資金が。あ、でもジェッタ君、円盤の撮影に成功したんですよ。そうだそうだ。え、途中でバッテリー切れてる。うまいよ。おい、そんなことより一体何があったの？それは…おい、ああ、おう、ガイ君、早く帰ろうぜ、腹減っちまった。ガイさん、おい、もう一回見てみろ、見てみろ、ほら、それそれそれ。なんでいつも途中でバッテリー切れちゃうかな。こっちのセリフですよ。いや、ちゃんと充電はしてるんだよ。ほんとどっちだな、お前。もしかして、シンさん、夜なんか変なの撮ってるんじゃない？だって、ちゃんと充電はしてるんだよ。ちょっと、あいつ、何よ、こいつ、こいつ、危ないか、早く帰れ、お前よ。この星の雲行きについて考えたらどうだ。この夕日は闇に飲まれてしまうのか。私の中にもあなたと同じように闇が眠ってる。この星の奥底にまだ闇の力が眠っていたとはね。え？希望を握りしめ
ーヒーロー大研究。今日のヒーローはこの人だ。ウルトラマン光。ウルトラマン光さんは光の国の優秀な科学者。ナイトビームブレードを華麗に使いこなす剣士でもあるんだ。そして今日の怪獣はメトロン星人。復讐のために帰ってきたメトロン星人タルデ。ラウンドランチャーの威力は侮れない。次回も見てくれよな。かつて倒したはずの怪獣ハイパーゼットン・デスサイズ、そしてその出現に寄り添うように現れる謎の少女。怪獣復活の謎を解くにはまずこの少女の正体を探る必要がありそうだな。次回ウルトラマンオーブ青いリボンの少女、銀河の光が我を呼ぶ。世界中が君を待つ。